ワスプ -12b は惑星の通過を観測するスーパーワスププロジェクトによってワスプ -12 の周囲を公転しているのが発見された太陽系外惑星でありホットジュピターである2008年4月1日に発見が公表された主星から非常に近い軌道を公転しているため主星から受け取るエネルギーによって 太陽系外惑星でも特に密度が低くなっているものの一つである。地球が太陽の周りを365日で光転するのと比べ、1日と少しで親星の周りを光転する。親星からの距離は地球と太陽の間の44分の1で木星とほぼ同じ気通り心率を持つ。2017年9月にはハッブル宇宙望遠鏡を用いて 観測を行った研究チームが、ワスプ -12B は、恒星からの光の94%を吸収する、極めて低いアルベドを持つ天体であると発表した。それにより、メディアなどでは、ワスプ -12B は、アスファルトのように黒い惑星へと、表現されている。ワスプ -12B は、恒星からの光の94%を、吸収するほどの低いアルベドを持っていた。 ワスプ -12 から非常に近い軌道にあるため、潮積力によって惑星は乱形に引き伸ばされ、1年に10から7木星質量ずつ大気が主星に剥ぎ取られている。主星に非常に近いことと、いわゆる潮積加熱の効果により、表面温度は2500系以上になっている。2010年5月20日、ハッブル中望遠鏡による観測で、ワスプ -12B が、 主星に飲み込まれつつあることが判明した。それ以前にも惑星が恒星に飲み込まれうることは指摘されていたが、はっきりとその現象が確認されたのは WASP-12b が初めてである。WASP-12b は1000万年後には主星に吸収され完全に消滅するとみられる。また、 ハッブル宇宙望遠鏡の宇宙起源分光器を使ったワスプ -12B の大気の観測も行われた。この観測結果は北京大学のジョラによって2009年2月にネイチャーで発表された。その結果、質量が木星よりも40%大きいにもかかわらず、大気は木星半径の3倍にまで膨らんでいることが判明した。 2013年12月3日、ハッブル宇宙望遠鏡を使用した観測に基づき、大気の外装から水蒸気が検出されたという報告がなされた。2014年7月には、ワスプ -12B、HD209,458B 12、HD189,733B HD の3つの太陽系外惑星が、 従来考えられていたより大気が乾燥しているとする観測結果を NASA が発表した。最近の観測で WASP-12B は炭素と酸素の含有量の比率を表した C、王妃における炭素の割合から炭素に富んだ巨大ガス惑星であることが示されている。その割合は太陽の割合を優位に超えており、観測による WASP-12B の C、 王妃の適合値はおよそ1で、これに対し太陽は0.54である。C、王妃は炭素に富んだ惑星が惑星系内に形成された可能性があることを示唆している。その観測を行った研究者の一人は、酸素よりも炭素が多いとダイヤモンドや グラファイトなどの純粋な炭素の岩石を含むと発言している。また発表では、ワスプ -12b のような炭素に富んだ巨大ガス惑星は他に観測されていないが、理論上では炭素を主体とする個体惑星では様々な蘇生が予測されている。例えば、地球サイズの場合、内部はダイヤモンドやグラファイトに占められ、地球の計算事を蘇生とは、 対照的である。と述べられた。この発言をメディアに引用され、中には、ワスプ -12B をダイヤモンド惑星と呼ぶものもある。ワスプ -12B の場合は、炭素は一酸化炭素やメタンとして存在している。惑星の高度曲線を研究しているロシアの天文学者は、ワスプ -12B の周りを、少なくとも一つの太陽系外衛星が、 好転していることを示す、規則的な高度の変化を捉えたと発表した。しかし、ホットジュピターでは、地質学的に短い時間の中で、大きな衛星は失ってしまうと考えられており、この主張は、否定的に受け止められている。ウィキメディアコモンズにはワスプには、ナス s 1 2 b に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。